これかわいいよ、ね、偉い。しかもこれがダイヤルを触って、うん、こう左に回すと青くなって右に回すと赤くなるんですけど、自分が出発。さあということで、はい、今回は新型のベゼル、うん、EHEV の Z、はい、こちらをちょっと評価していきたいと思います。実際に走らせてみたいと思います。ハンドルがね、本革ですごくいいタッチが、しっとりかっこいいわ、うん、おー、わりかし、わりかし加速いいな。ウィンってきた。ウィンカーの音は結構カチカチ。なんかでも乗ってる方は滑らかですよ。でなんかこのハイブリッドはツーモーターハイブリッドって言って、うん、はい、発電充電のためのモーターと、走行のためのモーター、2つのモーターを積んでいます。はい、エンジン自体はそんなに馬力は多くないんだけど、モーターが結構すごくて、おう、馬力が100馬力ぐらいあって、トルクが25キロぐらいっていう感じなので、はい、正直モーターだけで全然走れちゃう。で、例えば日産の e パワーっていうノートとかの、はいはいはい、あの車とかだと、まあ、正直あのモーターでしか走らないんですよ。エンジンは発電のみ。でもそれに対してこれはモーターだけでも走れるし、エンジンとモーターのハイブリッドできるし、エンジン直結もできる感じらしいんですよね。いろんな種類、用途に合わせて必要な出力をしっかり取り出せるっていう感じ。でも意外と速いな。小声で加速が。やっぱ走る人にとってこう加速がいいっていうのは重要なんですか？いや、もうこれね、安全のためです。あ、安全、なぜかあの合流の時にパッと加速できることで追突のリスクを減らせるっていうね。そういうことか。どうせだったら性能いい方がいいです。うーん、でね、僕ね最近ね、うん、あるネットの掲示板で、はい、車の性能について語ってる人たちの議論を見て、はいはい、すごい素晴らしい言葉を見つけたんですよ。お、何ですか？それは何かっていうと、車にそんなにパワーはいるのかっていう話なんですよね。はいはい。本来日本の法律で言ったら、うん、100キロ120キロが出て、はい、それに必要な加速だけすればエンジンのパワーも排気量も何もいらないでしょと、うん、確かにそれも一理あるんです、うん、じゃあなぜパワーが必要だったり大きさが必要だったりなるのかっていうと、はい、それはですね、なんかそれに対して反証してる人がいたんですけど、はい、じゃああなたは女性であれば誰とでも結婚するんですかっていう話なんですよ。確かにね。いやー、俺ねこの言葉聞いた時に、確かにね、うん、まあそうよねと、はいはいはい、確かにみんな好みがそれぞれあるし、うん、その相手に求める能力とか技術もあるよねっていう、うんうんうん、もうこれうまいこと言ったなって、もう女性に例えたらすごいなみたいな。確かにね。さあ、ブレーキはすごくマイルドですけどしっかり回生が効いてるようです。でまあ、当然エンジンが止まってる時はもうアイドリングストップしてるんで、はい、静かですね。静か、すっごい静か。でタイヤが、ミシュランのプレマシー4なんで、若干ミシュランなんでゴーってなってる感じがあるんで、まあ、そこは少し残念かなと思うんで、まあ、買ったらタイヤ交換3年ぐらいでして、もっと静かなタイヤにしたらより良いかもしれません、うん、今平均で15で、モーターでグッと走り出すのもいいな。平均燃費ってどれぐらいがいいとかあるんですか？まあ、高い方がいいですか？もちろん、そうそう、燃費はいい方がね、絶対いいと思うので。上がる性能もいいな。いいらしいです。あ、ここはね、チケット取るだけなので。あ、足割と固め、ちょっとスポーティーなセットになってますね、足が。嫌じゃないけど、全然むしろ嬉しいんだけど、俺は。え、足が固めっていうのは何ですか？そのアクセルとかブレーキの踏むのが固いってことですか？
や、ね、地面からの振動だったりとか車の動きが割とキビキビしてる。フィットよりは明らかに硬めに作ってますね。へー、はあ、すごいですね。その他の車と比べれるって、ね、やっぱりね、もうね、一流の自動車評論家なんで ね、もう評論家ですもんね全然評論できてないけど、何台乗ってんだい、もう乗ってる数だけはね、ちょっとすごいね。やっぱブラスパーさん本当にすごい大量に車用意してくれるさあ、じゃあちょっと高速にこれから合流するんで、スポーツモードに入れてみようか。お、スポーツモードの加速はどんなもんか。スポーツモードです、いきます。はい、ブレーキでやってんだ、えら、何それ。そうか、そういうことなのか、すごいぜこれはちょっと後で解説します。はい、千太郎さんが感動している。はい、感動してます感動しますよ。さあ今、ホンダセンシングのクルーズコントロールを使って走っています。はい、乗ってる感じはかなりいいですね。センターのトレースもしっかりできてる。いいですね。いや、乗ってる方もいいんですよね、なんか。いや、この回生ブレーキの度合いがいいな。めちゃめちゃいい。このほぼモーター出してます。今全然モーターだけで、あ、今エンジンつながった。え、それ見てわかるんですか？画面に出てる。出せるんで、それ見てちょっとどんなもんかなみたいな見れるんですけど。あ、じゃあそういうのも楽しいですね。車好きな人って。うん、パドルシフトって本当はギアチェンジなんですけど、はい、この車はまあハイブリッドっていうのもあって、うん、はい、ギアチェンジじゃなくてモーター の、うん、あの効き具合、うんうんうん、モーターで減速するのの効き具合をこれで調整してる感じです。うーん、これも燃費にも影響するんで、まあ、ここまで効くのか。今ブレーキ踏んでないんですよ。え、もうあのこのパドルだけで減速してました。はあ、前方にね、障害物があるとちゃんとセンサーで出してくれますね。あ、ただこっちにありますよっていうのも出してくれるんですね、うん、今ちょっと加速を結構した状態でリッター 14.8、 燃費はかなり、まあそりゃいいよな、多分本気出せば25ぐらいは全然いくと思うので。へえ、1リットルですよね。1リットルですよ、たった1リットル。1リットルだってね、あのコンビニで紙パックで売ってるお茶とかね、1リットルになりますけど、あれで25キロ走んだもん。すごいよ。ちょっとエアコン少し効かしちゃう。そう、さっきのめちゃくちゃな温度が。いや、これ、これかわいいわ。これ偉い。で、しかもこれがダイヤルを触って、うん、こう左に回すと青くなって、右に回すと赤くなるっていう、要は自分が動かして温度を上げるのか下げるのかも色でもわかるっていう。で、ちょっとすると白のダイヤルに戻って、うん、この演出えらい、すごい工夫してますね、わかりやすい、えらいえらい。なんか乗ってる側もいい車乗ってる感あるんですけど、何なんだろうこの感じ。いや、広い、結構だからなんかね、コンパクトカーの枠なんだけど、うん、はい、高級感が、うん、値段以上にあると思います。大体この車で330万ぐらいなんですよ、この車ですね、はいはい、でもそれ以上の作りっていう感じしますね、うん。まあ、見えないところでは多分コスト下げてるんですよね。ボンネットを重たい鉄板使ってたりとか、はい、この辺は柔らかいけど、うん、後ろの席だと硬いパッドを使ったりとか、はい、まあ、そういうとこあるけど、なんか全然。で、今ちょっとゆっくり走ってるんですけど、これモーターでちょっと走ってます、はい、モーターだけでどんだけいけるか知りたくて、はい、モーターで走るとエンジン音ないから本当静かよね。静かです、びっくりする。ゆっくりと走っていきます、はい、これって今私たちが乗ってる時も静かじゃないですか、うん、外でも静かなんですか、ね、静かだと思いますよ。さあ、じゃあこれ
から、クルーズコントロールに入っていきます。はい、80キロ固定速度にセットして、どうなんだろう、ステアリング手離してからどうかな、ちょっとどのぐらい手離しても走るか、わざと離します。離してる、まっすぐ、全然まっすぐ走る。しかもこんな長い時間あハンドル握ってくださいって言った。でも今ちょっと触ったらまた戻った。えらいな。すごい。これえらいですね。もちろんこれ前見て常にブレーキ踏める状態じゃなきゃダメだし、基本手放しは良くないんですけど。はい。これはすごい。だってこんなデコボコしてんのにって思っちゃった今、うん。いやだからね、道だって今カーブしてるじゃないですか。はい。これカーブに合わせて曲がってますからね。すげえ。かなり偉くなったね、ホンダセンシング。これはすっげえ。今インター降りるんでちょっともう自分の手で運転しますけど、これは偉いわ。相当楽、めちゃがないかな、逆にこれだけできちゃうと。いやー、だって結構な秒数話してましたよね。うん、今までの車はあんぐらい離したらもうすぐ解除。でもこれはもう本当にまっすぐの時なんか全然もうハンドル握れてなかったもんね。はあ、もちろん手離したらダメなんですよ、本当は。ダメなんですよ。ダメなんですよ。ただまあ最近法律も少し変わってね、一応機能上手放し OK にはなってるんで、それでなんかどうこうってのはないんですけど。すごい性能が良くなったんですね。性能はいい。これはちょっとホンダセンシング偉いわ。最初の頃のホンダのこういうクルーズコントロールはね、とにかく良くなかった。乗り過ぎ症のある方は乗り過ぎ症のいろんな悪い評判聞いたんでね。うん、水行料金は100円です。現金またはカードでお支払いください。ありがとうございました。領収書が必要な方は領収書発行ボタンを押してください。モーターで50キロ以上のスピードを出せるから、街中フルでモーターでもいけるっちゃいけるんですよね。バッテリーがしっかり充電されてれば。ほう、バッテリーの充電っていうのは何なんですか？ハイブリッドでモーターを動かすための、はい、まあ、電気を貯めるんだけど、はい、その貯める方法っていうのは、うん、こうブレーキなんですよ、一番メインが。ブレーキで車をスピードを下げるのの力を使って、うんで充電してしまおうと、うんうんうん、いうことですね。ほらチャリンコのさ、昔あったチャリンコのさ、はい、こうタイヤにピッてくっつけてさ、はい、ライトつけるの。あった。最近のチャリあんまりあれないけど、はい、まあ、あれダイナモっていうのかな、うん、まあ、とにかくその、ね、ただあれつけるとさ、はいはいはい、ちょっと重くなる。重くなりましたね。ということはスピード落ちるから、はい、ああいうのを使ってブレーキでスピードを落とすと、うん、本当はブレーキ踏んでるように見せかけて、実は回生ブレーキでモーターでギューッと電気に変えてスピード落としていくっていう、うんうん、今までだったら捨てるだけのエネルギーだったものを利用するっていう、はいはい、おー、なんかどうしたんや、どうしたんや、後ろがね、なんか大変なことになってました。でも今ずっとモーターだからね、うん、だからこの燃費がどんどん上がっていく。もう今は 19.9 ですよ。さっき16とかだったけど、うん、上がってる。こう20になった、ついに。すごいね、これはちょっと驚いちゃったな、正直。ここまで進化してるんだ、ベゼル。しかもなんかモテそうなんだよな。いや、これモテますよ。私、なんかデートでこれやったらめっちゃ嬉しいと思います、うん、だよね、きっとね、うん、女の子嬉しいよね、これで荷物詰めて買い物行けて、うん、レジャーも行けて、はい、静かで燃費良くて、うん、広くて、文句つけるところがボンネットが重いみたいな、うん、でもそんなの買ってから売るまで開けない人だっているぐらいそんな重くてもいいやみたいな、うん、あれでね、燃費がねめちゃくちゃ悪くなっちゃうんだったらちょっとどうかなって思うけど、そういうわけでもないし、なんだろう、なんかいい、想像以上だったな。でもなんか40代の人が乗っててもすごいかっこいいイメージしますね。いい男性が、ダンディーな男性なんでしょ。車がただの足っていう人よりもちょっとでも車好きなんですよ、うん、みたいな、うん、ドライブ好きですとか、はい、レジャー好きですっていう人にちょうどいいかもしれない、うん、郊外に住んでるレジャー好きとか、うん、ああ想像すごいつく、うん、週末になると山や海へ行って、うん、なんかバーベキューしちゃってる、うん、
人ですよ。はい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 。あ、もうイメージついた。みんながなりたい。俺なれないみたいな。なんかちょっと優雅な感じがね、そう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 、ある。趣味を楽しんでいる。絶対ね、なんかね、あのパタゴニアのレイン。あ、イメージある、わかる。絶対パタゴニア。パタゴニアの人。多分もう想像つきました、みんな。うん。いいわ。なんだろうな、これ。今もずっと一生モーターで走ってるから燃費が上がり続ける。21.7。あ、しまった、そうだ、ここ言うたんだよね。ニューカーズプラスアキルノの前で今、警察がなんかやってる。なんかやってるぞ。これはなんかやってるやつ。あ、違う、警察はたまたま止まってただけ。あ、よかったよかった。なんかあったのかと思いました。22キロな、 22.1。 どんどん上がるね、燃費。ずっとモーターで走っちゃうんだな、本当に。どんどん上がってきますよ。まだ上がってるもん。22キロ行くんじゃないかな、プラスパーまで行くと。あ、行った、行った、もう行った。すごいな。で、まだバッテリー余ってるから、えらい。へえ。僕普段乗る車、加速とか大事なんですけど、踏んだ時だけ加速してほしいから、うん、普段はとろくていいんですよ、うんうんうん、でその時にこのエコモードって最近の車ほとんどついてるんだけど、はい、だいたいエコでいつも走ってる。なんかたまにちょっと車好きみたいな人でずっと一番速いモードにしてる人とかいるんですよね、なんか速いのが楽しみ、うんうんうん、僕はもういざという時だけ欲しいんで、このエコモードで一番マイルドな走りしてるのが大好きで、ね、はい、あ、教習中だ、バス。頑張ろう、一緒に。ね、まだ免許。あとね、テスト3回受けたら。3回で卒業。テスト3回受けてから卒業して本試験。はい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 。結構来ましたよ。じゃあ、見極めは終わってる。見極めは終わったんですけど、すっごい怒られました。え、びっくりする。怒られるの？え、待って待って、おじちゃんわからん、おじちゃんわからんってちょっと言われて。おじちゃんこれ教えたっけとか言われて。そうです。はい、ということで戻ってまいりました。はい、はい、ということで、新型ベゼル実際に走行させてみました、はい、ベゼルって最初出た時に、うん、もう向かうところ敵なしな車だったんですよ、うんうんうん、当時欲しいものが全部乗ってた車、はい、それがですよ、2代目になってどうなったか、はい、最強が最強になってしまった。おっと、これはね、正直値上げしてます、はい、うんうん、前のベゼルよりもベースグレードから全部のグレード値段上がってます、うんうん、ただお値段以上にいろんなものが良くなってました、はい、で、まあ、乗り味なんかは前回のベゼルも、ちょっとスポーティーで足固めとかってあったんですけど、うん、今回のこの新型ベゼル足はちょっと角が取れた感じがしました。硬いけど突き上げない、うん、でそれから静粛性は大幅に上がってるし、ボディも良くなってました、はい、で何よりも自動運転、ホンダセンシング、あんな手放ししていいと思わない、ね、すごかったですよね。あれはね、ちょっと今日この後乗る車とかもそういうのついてるんで比較してみるのにいいベンチマークになったと思います、はい、で、まあ結果意識高い人、意識高くなりたい人買ってください、ぜひ。本当にこれはいい。でしかもこれはね、比較的手に入りやすい車だし、台数出るんでね、これはちょっとありだな。メインカーこれで、うん、セカンドカーでスポーツカーとか、はいはい、S6 とか乗るのにもう持ってこいだと思いました。で、しおりちゃんもこういう車の男性とデートがしたいそうです。はい、かっこよかった。なのでね、車買ったらしおりちゃんに DM 送ってくれたら、デートをしてくれる、はい、乗りに行きますので。本当に？わからん。はい、じゃあ皆さん買ってくださいね、はい、プラスパージャパンではですね、これからも面白い車たくさん用意していきますし、金利 1.9% の120回払いも対応しておりますし、いろんなね、めったに見れないレア車のレビューなんかもしていきたいと思いますので、はい、チャンネル登録とグッドボタン両方ともお願いいたします。お願いします。なんならベルマークも押していただけると嬉しいです。この辺にあるやつね、この辺、この辺、はい、ぜひお願いします、はい、さあ、ということで次の車もじゃあまたね、面白いのレビューしていきますんで、お楽しみに、はい、ここまではセンタロウとしおりでした。バイバイ、バイバイ。